あ、惜しい。カモンから、いけ、アームレ、いけ、お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 、やったこの足音は恐竜だ。逃げろ、うわよし、こっち行こう。こっち行くよ。いないか、恐竜。いる？大丈夫？いない。いない？もうだ、来とるね。こっちから聞こえるじゃん。なんだろう。あ、いや、恐竜の足跡。うわ、あれ？あ、俺だったんだね。なるほど。はい、そんなわけでキッズリパブリックのジュラシックワールドコーナーですね。すごいいっぱい商品がありますけれども、まずこちらにあるのはぬいぐるみだ。ぬいぐるみだね。ティアノサウルスとかちゃんとあるね。もういっぱいありますね、そしてこっちはフィギュアだ。あ、フィギュアだね、あ、いろんな恐竜あるじゃん。あ、これブルー。あ、ブルーだ。そうここにいるね、ミニフィギュア3パックとかありますね。そしてその下にあのアニア。アニアもあるんだ。アニアもありますね。すごい、これほら顔がすごい。あ、ちゃんとアニアにもブルーあるよ。あ、本当だ。すごいな、腹。そしてその下にあるのが大きなフィギュアだね。T-REX すごいね。飛び出すジャイロスピアビークだよ。この中からこのカプセルが飛び出すんだ。すごいね、大きなフィギュアもいっぱい売ってますね。はい、ということでこちらですね、はい、今回ですね特別に商品を提供いただきましたんで、これ開けてみましょうか、まずこれがステラノドンだね。ステラノドンだね。ちょっと顔が見えないけど、ちょっとこうやってね、ちゃんと翼がかわいいね、でこちらがTレックス。それでこれがスティッキーってやつね、すごいなんかこのコブが特徴的だね。これ T-REX。 牙があるね。肌触りがいいのこれ、ね、すごいね。でこれがステゴサウルス。そうだね、これすごい特徴的だよね、このコブみたいなのがね、はい、じゃあ続いてこのミニフィギュア3パックを3つ開けてみましょうか、はい、ありがとう。これはステゴサウルスだね、ちゃんと尻尾が動くよ。この部分がトゲトゲしてて特徴的だね。そうだね、すごいね。それで攻撃するんじゃないの。これはラプターの仲間だね。これは足が動く。ああ、両足が動くね。そうだね。これあれだね、最初のジュラシックワールドで出てきた、体が透明になるやつ。姿を隠すね。そうだね。わあ、すごい。だから透明になってんだね。しかもちゃんと口が動くね。ああ、すごいすごい。すごい。はい、こちらのセットにはまずこのトリケラトプス入ってたよ。トリケラトプスは首がちょっとこう動くのかな。これスティッチってやつだね。あ、これさっきぬいぐるみで出た、これだ。あ、このコブの部分がこれなのね、なるほどね。これも首が動くみたいですよ、ほら、ね、首がちゃんと。そしてこれが T-REX ですね、ティラノサウルス。これも口が動きますね。すごいね、リアルだよ、すごくリアル。これがティノフォサウルスだね。そうだね、ちゃんと首が動くね。エラがついてるね、これがアパトサウルスだね、これは首が動くね、これがインドラプタルだね。そうだね、すごいねこれね。見たかに凶暴そうだ ね、黒くてなんか金の線が入ってんじゃん。しかも目が赤いし ね、怖い。いかにもこう今からぐわっと取り替えるぞって感じだね。ちゃんと立つね。あ、前かがみの、あ、片手ついてるのね。あ、まさか狙ってる狙ってる、恐竜もやかったことだし、モーリーに戻ろうか。あ、そうだね、戻ろうかね、モーリーにね。はい、じゃあ行こう。はい、はい、モーリー行く途中で、おお、すごいコーナーだね、これね。すごいね、ほら、奥にもいっぱいあるよ。そしてこちらにも戦隊とかヒーロー系だね。そうだね、いっぱいある。奥にもいっぱいあるよ。すごい、はい、じゃあエイジン君、そのね、イオンでお買い物してポイントが貯まるカード、あとモーリーでもポイントが貯まるんだって。なので今から貯めに行きましょう、はい、じゃあエイジン君、通してみてください。さあ、お、スロット始まった。さあ、どうなる。お、1キロ、1ポイントだ。1ポイント、じゃあこの台行きます。プーさんかな、あ、これはもしかしたらいける可能性がある。いけるかもね。ボールも一緒に6回ね、
撮ってみて。お、どうだ。恐竜だと思ってたよ。これだよ。